皆さんこんにちは、上市町カヌークラブです。これからクラブ活動の紹介を行います。上市町カヌークラブは2000年富山国体の後に結成されたクラブです。21年の歴史を持つクラブで、クラブからは全国大会の優勝者も多数出ています。現在のクラブ員数は27名です。小学生が8人、中学生が17人、高校生が2人となっています。指導スタッフには国体の優勝者、インターハイの優勝者、そしてオリンピック選手の北本忍さん、現在の日本代表の浦田樹里さんと豪華なメンバーで指導をしています。クラブの目標は全国大会で活躍する選手の育成です。そして世界を目指す選手も育てていきたいと思っています。それでは実際のクラブの活動の様子について、中学生の皆さんに紹介をしてもらいます。皆さんよろしくお願いします。上市中学校カヌー部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カヌー部の目標は全国大会で活躍し入賞することです。今年のカヌーの全国大会は小学生は山梨県、中学生は石川県で行われました。カヌーをすると全国のいろいろな県に行くことができます。楽しいです。今年の全国大会では2年生ベスト9のレースで3位になりました。来年は優勝できるように頑張ります。私は1年生ベスト9のレースで4位になりました。来年は入賞を目指して頑張ります。私たちは今年からカナディアンの競技にチャレンジしました。全国では取り組んでいる選手が少ないので優勝することができます。今年の全国大会ではカナディアンのペアで優勝することができました。そして県知事さんからはご褒美をいただきました。来年も頑張りたいです。パドルを止めてレディーセッゴー。僕たち1年生は中学生になってからカヌーを始めました。カヌー部に入った頃はカヌーにうまく乗れなくて何度もひっくり返りましたが、今では大丈夫です。カヌーをスイスイ漕ぐととても気持ちが良いです。練習すればするほど速くなるのでとても楽しいです。平日の練習は月曜日、水曜日、木曜日の週3回です。学校からバスに乗ってカヌー場に向かい、夕方6時頃に学校へ戻ります。土曜日と日曜日の練習は午前中に行います。また晴れた日にはサップで遊んだりします。一番楽しかったイベントは合宿です。一泊二日の合宿を2回体験しました。合宿の夜は花火大会や肝試しをしました。楽しいです。肝試しとてもビビりました。起きろ。上市町カヌークラブでは小学1年生から中学3年生を対象にメンバーを募集しています。上市町仙石の富山県上市カヌー競技場を拠点にご覧の日程で活動を行っています。クラブでは見学や体験も受け付けています。お問い合わせは 090-8967-2806 まで。